これバリオスですよね、はい、1と2どっちなんですか。あ、これ2、はい、これいつ頃手に入れたバイクですか。いや、これ友人が言ってもらって。あ、そうなんですか。でも7年ぐらい。うん、綺麗ですね。そうですね、あの前頭してもらって。あ、してもらってあるんだ、はい、それ自分で買ってから。あの前のオーナーが。あ、前のオーナーか、はい、へー。じゃ色も全然違ったんですかね。全然違いますね。あ、違うんだ、はいはい、へー。結構塗装代で結構かかったとか。あ、本当ですか。じゃプロにお願いした感じですか。そうですね。へー、それでも 手放しちゃったんですね。そうですね。もうなんか、もうなんて言うんだろう、前友達が前乗ってて、友達がみんな手放しちゃって乗る人がいないって。あ、そうなんですか。へー、タイミングがよく変えたんで。よかったですね、はい、へー、いやー、めちゃめちゃ綺麗だなと思って。あんまりちょっとまだ磨いてないんで、もうちょっと磨けばね、あのもうちょい、まあでもパンクが綺麗だから、まあ、そっちに目がいっちゃいますね。バリオスじゃないかと思うぐらい綺麗ですね。へえ。また1型はね、あのスプリングはあのタイヤの後ろのところ1本しかないですね。あ、そういうんだ、はい、2型は2本なんですよね。あ、うん、なるほどね、うん、特に不具合もなく7年間。そうですね、はい、え、じゃあいいですね、うん、川崎もいいバイクなんだな。まあ、2班でちょこちょこ遊んでますよ。そうですね、2班はいいですよね、車検がないから最高だよ。最強だと思うな、2班は。で、高速も乗れてね。そうですね、一番いいと思うんだよ。遊ぶんじゃちょうどいいぐらい。本当ですよね、あれそんなに爆速くなくて、日本の道路事情に合ってるよ。本当に250は最高だ。でなんか大型持ってる人はね、やっぱり、はい、大型の方がいいよ、楽だよなんて言うけど、はい、楽かもしれないけど、うん、でも俺なんか乗り越さない。楽じゃない、この楽しさがあるからね。そうですね。楽なんが楽しいとは限らない。これをこの性能を目いっぱい引き出せるよ、まあ引き出せねえだろうけどな、250もあると。あ、はい、はい。今日 どちらから来れたんですか。私、群馬です。あ、そうですか。どちらですか。群馬、大田なんですけど。あ、本当ですか、はい、あ、なるほどね。1時間ぐらいちょろーり来れるんで。あ、じゃあよく来るんですか、ここは。たまにですね。たまにか、うん、バイク乗るのもたまにですか。はい、バイク乗るのもたまに。たまにですね、本当ですね。じゃあバリオスが欲しくてじゃなくて、たまたま出てきたのがバリオスだった。そうですね、2班欲しいなーなんて思ってた時に。あ、2班は欲しかったんだ、はい、あ、じゃあいいですね。うん、その前も乗ってたんですか、バイクは。その前はあのあなんですよ、マグナ乗ってて、マグナの何 cc ですか。あ、やっぱり250に。好きですね。それを欲しいっていう人がいて。あ、本当ですか。それ出してじゃあ違うのにしようかなーなんて思った時に出てきたんで。すごいタイミングですね、運命ですね、じゃあ。で川崎の2班の4気筒はなくなるとかって噂が流れて、値段が上がるかもしれないなって言うんで、じゃあ大事に取っとくべなって言うんで。そしたら、で、そしたら出てきたって言った。話違う。出してんじゃんって。本当出てくるとは思わなかったです よね。川崎さんすげえと思いますよね、そこら辺はね。それで売れてるっつんだからね。そうっすね。すげえよ。大したもんですよ、本当に。そんな売れるかよ、そんな100万持ち系バイク、250でね。そしたら売れてるっつんだから。すげえや、うん、川崎読みが素晴らしい、ね、うん、納車が間に合わねえぐらい売れてるっつんだから、うん、すごいよな、うん、川崎さんやるよ。やっぱりそのニーズにね、そった売り方してるから、やっぱりそうなんですか ね。ニーズがあるとは思わなかったんだけどな、うん、250でそんな高いバイク。そうですよね、ねえ、どういうんか、4気筒が好きなのかね、うん、まあ、買う人は4気筒が好きなんだろうけどな、すげえなと思ったよね、確かに。売れねえだろうと思ったら売れてるっつんだから、びっくりだよ。大したもんだよ、川崎さん。本当にあれでネキとか出りゃもう、もうそうですよね、ね、ドル箱でしょ、間違いないでしょ。本当ですよ。Z900RS650RS が出てね、まあ、400が出るか250が出るか
ていう噂が流れてるけど、250出てきたら俺もときめいちゃうな。考えちゃいますよね。考えちゃいますよ本当に。いやあの形じゃちょっとね、やっぱネイキッドだろうと思って、出さねえかなネイキッド。マグナはマグナで良かったですか。良かったですね。でもこれはこれで別の、全然違いますもんね。全然違いますね。マグナ乗ってて山行くと危ないですよね。でもね、あ、っちゃって。あ、そうですね。危ないな。ゆっくり走る分にはいいんだろうけど。あ、そうですね。そういうバイクですからね。そうですね。これは結構バイクね、速いからスピードは出ますもんね。ですよ、山攻めても楽しいですからね。面白いですよこれ。ね。また音がやる気にさせますからね。本当に。本当です。俺速い、速くなったんかなっていう。音ばっかりで。音ばっかりで。それがいいんだ。それがいいんだな。本当に。音ばっかりの方がいいですよ。本当に。それに速度がね比例しちゃうと危なくちゃうがね。本当ですよ。気持ちだけ、気分だけ速くなればいい。それは安全だ。本当に。それに越したことね。最高だ。じゃあもうしばらくこれですね。そうですね。あ、なるほど。その250は RS が出ればちょっと考えちゃうけど。考えちゃうな俺も。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。